BAE ・ BA e、ハリアー E、ブリティッシュ・エアロスペースハリアー E、ブリティッシュ・エアロスペース。ハリアー E は、イギリス空軍、RAF で使用された、砲艦シドレイハリアーの第二世代に相当する。V、エストール、垂直、短距離離陸ジェット機で、発展型として開発された、AV－ 8 B ハリアー E の派生型である。最初に引き渡された、ハリアー E は、ハリアー GR。 5と名付けられた。続いてアップグレードされた機体は GR-7、そして GR-9 と名付けられた。イギリス空軍とイギリス海軍はどちらもハリアー E を対地攻撃用のプラットフォームとして運用した。ハリアー E はまたインビンシブル級航空母艦で運用することが可能だった。ハリアー E はコソボ、イラクおよび アフガニスタンの戦闘任務を行った。2010年12月予算上の圧力によってハリアー E は早期に退役することになった。この決定にはハリアー E の役割をすぐに代替できる固定翼機が存在しないという異論があったが、長期的にはハリアー E は F-35B により置き換えられることになっていた。ハリアーの よりパワフルな後継機の開発は、アメリカのマクドネルダ・ダグラスとイギリスのホーカーシドレー、1977年、航空機部門は国有化され、ブリティッシュやロスペース、BAE の一部になったとの共同開発として、1973年に始まった。この時、第一世代のハリアーは、イギリス空軍とアメリカ海兵隊に導入されていたが、その運用経験をもとに、 より能力の高い機体が強く求められていた。しかし、イギリス政府は、せいぜい60機のハリアーに対して、小さな要求しか持っておらず、また、防衛予算の競合相手の圧力により、アドバンスドハリアーのような、取るに足りない要求には本土予算が与えられなかった。新しい機体のために必要なエンジンである、ペガサス15を開発するための政府の後押しを、失ったホーカーは、 1975年にこのプロジェクトから手を引いた。アメリカの関心のおかげで、後継機の開発は規模を縮小して続行された。ハリアーにはより大きな主翼が装着され、機体構造に複合材料が用いられた。2機の試作機が既存の機体をもとに作られ、1978年に飛行した。アメリカ政府は、 外国の大規模な買い手がないかどうか探し続けていたが、イギリスは現在のハリアーを改良した新しい大きな金属製の主翼をつける独自の計画を持っていた。1980年、イギリスはアメリカの計画が彼らの要求を満たすかどうか検討した。彼らの意見は設計変更の必要性を示し、その結果、マグドネル・ダグラスの設計した主翼に、 イギリスの設計したラークスリーディングエッジルートエクステンションを組み合わせることになった。アメリカとイギリスは合意を結び、これにはイギリスの要求を満たすための開発コストと最低60機の機体のコストとしてイギリスが2億8000万ドルを負担することが含まれていた。それに加えて製造はマグドネル・ダグラスと BAE で分担することになった。 ハリアー E はブリティッシュエアロスペースがプライムコンストラクターとなりマグドネル・ダグラスがサブコンストラクターとなった。最初の試作機は1981年に飛行した。BAE が最初に製造した GR-5 は1985年4月30日に初飛行を行い1987年に収益した。GR-5 は アメリカ海兵隊の AV-8B ハリアーとアビオニクス、兵装、そして装備などに多くの違いがあった。GR5 の主翼はステンレススチールのラックスを持っており、その柔軟性の特性は AV-8B と異なっていた。1989年12月、イギリス空軍のハリアー E を装備した最初の飛行隊が作戦運用を開始した。 ハリアー E は第一世代のハリアー GR-1、GR-3 シリーズの改良型である。元のアルミ合金の胴体は複合材料を広範囲に用いた胴体に置き換えられたので重量が大きく軽減され、ペイロードや航続距離が向上した。新しい一体型の主翼は約14%広くなり厚みも増加した。この主翼とラークスによって 1000フィート300メートルの滑走距離で離陸した場合、第一世代のハリアーに比べて、低ロードが6700ポンド3035キログラム増加した。イギリスのハリアー E は主翼の各々のの着陸客の前に追加のミサイルパイロンを持っており、また、ラークスはバードストライクに関するより高い要求によって強化されていた。 ハリアー E のコックピットは、昼間でも、夜間でも、操縦可能で、ヘッドアップディスプレイ、ハド、ヘッドダウンディスプレイとして2つの多機能ディスプレイ、MPCD、デジタル移動マップ、完成工法装置、INS、そして、フォータス、ハンズオンスロットルスティックシステムを備えていた。BAEC ハリアーと同じく、ハリアー E は張り出したを持っており、 これが極めて良好な視界に貢献していた。新設計のコントロールシステムと大きな横安定性の組み合わせによって、ハリアー E は第一世代のハリアー GR-1、GR-3 に比べて格段に操縦しやすかった。イギリス空軍はハリアーを対地攻撃と偵察に使っていたので、空戦は短距離射程の AIM-9、サイドワインダーに頼っていた。 サイトワインダーは、フォークランド紛争の際にシーハリアーが、アルゼンチンのミラージュに対して運用したことで、有用性が証明されていたが、シーハリアー FA には、1993年から、より長射程のレーダー誘導ミサイルである、AIM-120 アンロムが搭載できるようになっていた。シーハリアーは、導入時からレーダーを持っており、アメリカ海兵隊は AV-8B ハリアーに、 AV-8B へのアップグレードの一部として、レーダーを搭載したが、イギリス空軍はレーダーを搭載しないことを選んだ。C ・ハリアーが退役すると、そのブルービク戦レーダーをハリアー E に乗せ替える提案が行われた。しかし、イギリス国防省は、リスクが高く、また、高すぎるとして却下した。国防担当省は、コストが6億ポンドを超えると試算していた。 ハリアー GR-5 が収益する前に航空組織任務の能力がより高い機体が必要であることが明らかになった。ハリアー GR-7 と名付けられた発展型は夜間運用能力の負荷とアビオニクスの改良等を主に開発された。GR-7 の開発計画はこれとよく似たアメリカ海兵隊独自の AV-8B ハリアー部隊と連動して実施された。 追加されるアビオニクスには、機種に搭載されるフリア、フォワードラーキンジェンフロレドと、アン視ゴーグル、ECM 機器、新しいコックピットディスプレイ、そして移動マップシステムの交換が含まれていた。GR-7 は1990年5月に初飛行し、1990年8月に収益した。1991年に34機すべてのハリアー GR 7が配備されると、それに続いて、すべての GR-5 のアビオニクスが GR-7 と同様のものにアップグレードされた。GR-7 の中のいくつかは改良されたロールスロイスペガサスエンジンを搭載しており、GR-7A と名付けられた。ハリアー GR-7A は離着陸能力が大幅に向上し、ペイロードも大きく増加した。さらに、 通常の GR-7 を大幅にアップグレードする計画が実行された。これがハリアー GR-9 である。ハリアー GR-9 はジャンプ・ジョイントアップデートメンテナンスプログラムによって開発された。これはハリアー部隊のアビオニクス・通信システム及び並走の能力を大幅にアップグレードするもので定期点検の時に更新する方法をとっていた。 最初の更新は、通信、待機接近警報及び広報システムのソフトウェアのアップグレードから始まり、続いて、エイジム -65 マーベリック空待機ミサイルの統合が行われた。ケーパビリティ C では、イギリス空軍のレイズ、レインジェラスエアボーインストローメンテーションディーブリフィーム、システムトレーセオンのシフ、サクセッサーアイデンティフィケーションフレンドアホエシステム、及び、 ペーブウェイ誘導爆弾が追加された。デジタル、ジョイントリコネッサンスポットは、ケーパビリティ D の一部として追加された。2007年2月、まだブリムストーンミサイルの運用試験が開始されたが、ブリムストーンの配備は、GR-9 の早期退役に間に合うかどうかわからなかった。2007年、ア・アージェントオペレーショナルリクワイアメントの下で、 ロッキード・マーティン・スナイパー XR が、それに比べれば精度がオトルティアルドにとって変わった。ケイパビリティには、副次的な通信システムとして、リンク16通信リンクと、ハリアー・イート・トーネード・ GR4 の両方に装備が計画されていた TX、タクティカル・インフォメーション・イクスチェンジ・ケイポビラティが含まれるはずだった。2007年7月、 バイシステムズは最後の7機のハリアー GR7 の後部胴体を国防省のために交換する作業を完了した。胴体のコンポーネントは3年間にわたる2000万ポンドのプログラムの一部として設計され製造された。2008年7月はハリアー E 部隊のアップグレードと保守をこの時点で退役が予想された2018年まで実施する契約を受注した。 ハリアー E を受領した最初の飛行隊は中毒英空軍ラフグに所属していた。これはソビエト連邦の西側諸国への侵略を阻むためのもので戦時には対地攻撃を実行することになっていた。ハリアー E はその元になった奉還ド奴隷ハリアーに比べて航続距離と生存性が大きく向上していたので航空阻止任務に新しく重点が置かれた。 1990年の年末には、ハリアー E は、複数の飛行隊で完全な作戦能力を得るところであった。1994年、イギリス空軍の最後の第一世代ハリアーが、退役した。1995年、ユーゴスラビア崩壊の影響による、クロアチア人とセルビア人の戦闘は、暴力の、それ以上の深刻化を防ぐために、ナト o 軍の派遣を促すことになった。 ハリアー E の飛行隊はイタリアのに移動し早期に配備されていたイギリス空軍のシープキャットジャギアと交代した。攻撃と偵察の両方の任務が作戦のために急遽 GPS 広報装置を組み込む回収を受けたハリアーによって実行された。126装 T を超える攻撃が A 空軍のハリアー E によって実行されしばしばジャギアが補助として PVAE のようなレーザー誘導爆弾のためにレーザー照射を行った。1994年新しく導入された GR-7 が海軍のインビンシブル急行空母艦における運用試験のために配備され、海軍における実戦配備は1997年から開始された。このような運用は後にの司令部の下で正式化され、空軍のハリアー E は 日常的に海軍のシーハリアーと一緒に運用されるようになった。九百九十九年のコスボにおける NATO のアライドフォース作戦に空軍は十六機のパナビアトーネードと十二機のハリアー GR-7 を派遣した。九百九十九年四月二十七日、セルビアの軍事施設を攻撃する任務では空軍のハリアーは激しい対空砲火を浴びたが撃墜された機体は なかった。1999年4月、ハリアーが中高度爆撃任務において、GPS 広報及び照準を使うことができるように、光線規定が変更された。この紛争で使われた弾薬の多くは、レーザー誘導爆弾で、これは天候や煙により悪影響を被るが、全体で80%以上が直撃したと、報告されている。2003年、ハリアー GR。 ナ,ナはアメリカの主導したイラク戦争におけるイギリスので主要な役割を果たした。紛争に先立って空母、アークロイヤルとハリアーが派遣された。戦争が始まるとハリアーは偵察及び攻撃任務でイラク南部の領空に侵入しスカットミサイル発射機を破壊して隣国クエートに対する攻撃を防いだと報道された。この戦争の前にハリアーは新しく エイジム -65 マーベリックミサイルを装備していた。報道によれば、このミサイルは、イラクにおける、ハリアーの運用に非常に貢献したとされている。イラクの要衝である都市において、ハリアーは、敵地上車両を無力化するために、イラクの燃料貯蔵施設を攻撃する任務を何度も実施した。ハリアーのその他の重要な目標は、戦車、集停、そして、 公平だった。ノルディーン、ナーディーンによれば空軍のハリアーのすべての作戦のうちおおよそ30%が近接航空支援任務で連合軍の地上兵力の前進を支援した。2003年4月、イギリス国防省はイラクにおいて空軍のハリアーに議論の的であるクラスター爆弾を配備していたことを認めた。イギリスとアメリカのハリアー飛行隊は どちらも2003年の夏にイラクから撤退した。2004年9月、6機のハリアー GR-7 がアフガニスタンのカンダハールにアメリカが派遣していた AV-8B の代わりに展開した。2005年10月14日、タリバーンのロケット攻撃によってカンダハール国際空港のエプロンに駐機していたハリアーのうち1機が破壊され、他に1機が損害を受けた。 負傷者はなく、損害を受けたハリアーは修復され、破壊された機体は交換された。2006年、ハリアー GR-7 がアフガニスタン南部における国際治安支援部隊、イサフの任務の拡張の一環としてアフガニスタンに展開した。7月から9月までの間に計画された作戦や地上部隊の近接航空支援のために、 イギリスのハリアーに供給された弾薬は179から539に増加し、そのほとんどは CRV-7 ロケットであった。ハリアーは固定武装として機関砲を持っていないため、あるイギリス陸軍の空挺連隊少佐は、ハリアーの航空支援能力を A-10 と比較して、全く、全く役に立たないと評した。2007年1月、 ハリアー GR-9 の最初の作戦配備が、NATO のイサフの一部として、カンダハールで開始された。アフガニスタンでの5年を超える継続した運用の後で、最後のイギリスのハリアーが、イギリス空軍のトーネード GR-4 と交代して撤退した時、8500艘 T の飛行時間は22000時間を超えていた。2005年、イギリス議会において、保守業務がに移ってから、 ハリアー部隊のメンテナンスの標準と品質が劇的に低下しているという疑惑が持ち上がった。ミスによっていくつかの機体が深刻な損傷を受け、その中の一つはほとんど壊れる寸前で、点検にかかる時間は100日から155日に増加し、一機あたりのコストは以前のディフェンスビジョンリペアエージェンシーとの契約の50万ポンドから1700万ポンドに増加したとされた。 2006年、シー・ハリアーが艦隊航空隊から退役し、ハリアー g r 7旧部隊は、シー・ハリアーと分担していた任務をすべて任された。以前は、シー・ハリアーの飛行隊だったわ、元空軍のハリアー g r 7旧に2006年4月に改編され、再編されたが2007年に加わった。これらは後に拡大され、となった。 2010年3月31日、ハリアーノであったが解散し、の第4飛行隊もまた解散して、第4予備飛行隊となった。2010年7月、すべてのハリアー GR-7 が退役した。ハリアー GR-9 は2018年まで運用される予定だった。しかし、2010年10月19日のによって、 ハリアーは2011年4月に退役することになった。長期的には F-35C が2020年に導入され、海軍の2隻のクイーンエリザベス級航空母艦で運用される計画だった。ハリアーを退役させる決定は論議を呼び、何人かの交換は代わりにパナビアトーネードを退役させるように主張した。2010年11月24日、ハリアーは 空母からの最後の飛行を行った。これは退役直前の空母、アークロイヤルからの最後の飛行でもあった。この部隊の実戦運用からの送別は、2010年12月15日に行われ、非常に多くの基地の上をフライパスした。2011年11月、国防省は残っていた72機のハリアーを、スペアパーツと共に1億1、600万ポンド、 1>, 1億8000万ドルでアメリカ海兵隊に売却した。これらの機体は AV-8B ハリアー E 部隊の部品取りに使われた。の報道によれば72機のハリアー E の一部は再び飛行したというアメリカ海兵隊が GR-9-9A の2個飛行隊の装備を計画したからである。これらの機体は退役後で最低限の技術者によって保守されていたが そこで検査してみると、良いコンディションを保っていたしかし、2012年7月は、アメリカ海兵隊は、元 A 空軍のハリアーの運用を計画したことは、ないとして、これを否定した。政府は、2010年現在、GR-92 以下の装備が可能であるとの声明を発表した。これは退役の直前だった。ライトニングさん及びラプターポッド a s AS r a m エンハンスドペーブウ e アラーム、ブリムストーム、そして、ストームシャドウは GR-9 で運用できない。アフガニスタンでは、GR-9 は通常、DJR-P、スナイパーポット、2発のペーブウ4、そして CR、CR-V7、ペ v ブウ4、マーベリックのいずれかを2発装備していた。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。